上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う。この番組は群馬県の地方新聞上毛新聞で働く社員たちの裏話を中心に群馬の今を紹介するポッドキャストです。多彩なゲストを招きするほか、実際の取材現場や紙面イベントなどのエピソードも紹介していきます。現場で奮闘するリアルな声を聞いていただき、少しでも群馬のこと、そして上毛新聞のことを身近に感じてほしいという願いが込められています。ご案内は営業局の日野原明と総務局の伊藤奈々です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日また出張収録で大ママにおります。はい、はい、遠くに来ちゃいました。ええ、ま、音という切り口でなんかできないかなっていうところで、うん、はい、ま、今日群馬電機さんという会社さんに来てるんですけども、はい、呼び込みくんっていう、ね、呼び込みくん、通称ポポポポポポポとか言われる、なんか聞いたことある曲だそれあるんですけれども、はい、私もちょっと見かけて、うん、あ、これ群馬の会社だったんだっていうところから始まって、でとある銀行さんの商談会で、うん、まあ、久しぶりですよね、飛び込み営業、お、ね、群馬電機さんのブースに、はい、出演交渉をしてそしたらなんか商品もいっぱいあるのでぜひっていうことで今大ママに来ているということでございます。はい、まあ、群馬のものづくりを応援したいなっていう気持ちも個人的には少しあってですね、はい、はい、いっぱいありますもんね、ものづくり。そう、自動車産業がね、群馬は非常に盛んと言われる中でも、他にもいろいろあるぞというところで、じゃあ改めて今日のゲストの紹介をお願いします。はい、本日はですね、群馬電機株式会社常務取締役の藤巻剛さん、はい、そして自社商品開発本部企画設計部営業担当主任の佐藤秀幸さんにご登場いただきます。はい、まあ、実写商品開発ということで、本当オリジナリティあふれる商品がたくさん出てくるということですので、はい、はい、そういった意味ではまたいろんな面白い話が聞けるんじゃないかなと思いますので、はい、ではこの後お二人と一緒にトークしていきたいと思います。はい、この後のジングルご注目ください。それでは始めていきます。馬が舞うスタートです。それでは本日のゲストに登場していただきましょう。群馬電機株式会社の藤巻剛さん、佐藤秀幸さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちらから簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。はい、藤巻剛さん、1960年渋川市のご出身です。1982年に群馬電機に入社され、それからずっとオリジナルブランドの企画、設計、生産、販売を担当していらっしゃいます。現在常務取締役ということです。そして佐藤秀幸さん、1970年東京都のご出身です。違う会社で勤務された後、中途入社でこちらに入社されて、はい、それからずっと営業担当としてお仕事をしていらっしゃいます。はい、現在自社商品開発本部企画設計部営業担当ということです。はい、群馬といえば製造業ですよ。そうですね、いっぱいあります。まあ、全国の比率から言っても製造業の割合は非常に高い。うん、で先ほどジングルが普段と違うぞと、あれなんか聞いたことあるメロディーって皆さん思ったと思います。これ実は群馬電機さんですよっていうところから始まっていくと、あれ群馬のものづくりすごいんじゃないのってなってくるんじゃないかなと、はい、思うわけです。改めてお二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。藤巻さん、そうすると、まあ、群馬電機さん名前は知らなくても商品は知っているという方結構いらっしゃると思うんですが、うん、そもそもの会社の自己紹介的なところをお願いしてもいいですか。はい、まあ、弊社群馬電機株式会社と申しまして、まあ、創業が1968年、この時には会社名がちょっと違ってました。あ、そうだったんですね。三洋カセット電子株式会社、三洋電機さん、はい、あの東京三洋ということで大泉の地区に大きな工場を作られたと、一緒に我々の
創業者である、まあ、会というものがおるんですけども、こちらがやはりその東京産業さんの方に、協力できる会社を作りたいということで作られたのがこの群馬電機、まあ、産業カセット電子という会社だったんです、で、まあ、そこから産業さんとのお付き合いをずっと長いことやってきたんですけれども、まあ、あの皆さんご存知のように産業さんパナソニックさんに切り替われて、でパナソニックさんとも今当然お付き合いさせていただいてますけれども、まあ、業務内容とするともその産業さんからパナソニックさんに向けての、基本的には電子回路の基盤関係、要はエアコンであったり自動販売機であったり、こういった機械の中に入る制御基板ですね、こういったものを設計開発して、収めていくと。で最終製品は自販機になったりショーケースになったりエアコンになったりするわけですけど、こちらは当然、ね、産業さんもしくはパナソニックさんの名前になる、はい、我々は黒子で、まあ、下請け会社ですので、ね、黒子でずっとやってきたというところが、群馬電機の一番の大きな流れです。それに対して弊社の、創業者の方がやはりそういった、まあ、OEM って言うんですけども、OEM の生産だけだとお客様の浮き沈みに翻弄されるよと。取引先の、ね、業績とかに連動しちゃうわけですよね、はい、それを避けるために自分たちの努力で売っていけるものを持たないとこれから先の世界やっていけないよということで、まあ、私まだその頃22から25ぐらいだったですかね。じゃあもう本当に入られてすぐ、じゃあ1990年ちょうど平成が入ったぐらいの時にはもうそういう流れが。そうですね、でまあ、あの月1回ね、あのうちの本社ってその頃は大阪にあったんですよ。要は大阪産業さんと一緒にやってたもんですから。なんで大阪まで呼ばれて、まあ、こういったオリジナルの商品の進捗を報告せいと。おっかない社長でしたけどね。まあ今となってはいい思い出なんですけども、まあ、本当にねちょっと毎月1回大阪まで行っては報告、また、ね、その宿題もらってくるんでそれに対してまた1ヶ月後に報告みたいな。その宿題っていうのは具体的にはもうこれをこういうふうに作ってきなさいみたいな、そんな感じですかね、まずこういうテーマでこういうものを作って持ってこいって言われるわけですから。すごい。まあ社長ですからね。まあ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 、なんでこれがもっと小さくならないのかとかね、まあ、いろいろやっぱり社長目線で見た時に商品の出来というものを見てこうしちゃダメだよと、まあ、いうことは随分言われた記憶があります。じゃあそうやって、まあ、ある意味ものづくりの基礎体力をこうみんなで高めていった結果、そうですね、オリジナルブランドにも応用が効くと、まあ、元々の技術力がベースとしてあるわけですからね。だから群馬電機さんの商品ってもちろんありますけれども、それ以上に多分我々が普段日常生活で見かけたり使ったりしているものの中に群馬電機さんの商品って入ってるわけですよね。コーヒーメーカーですとか、ああいったこの基板なんかも弊社のものが使われてたりするので、もう本当に、まあ本当に黒子ですよ。だからそれで、まあ、先ほどジングルでも流れました呼び込みくんですが、はい、これは、要はですね、いろんなお店の中でメロディーに乗せて商品の説明とかサービスの特徴を一緒に流してくれて人を呼び込んでくれるっていう、まあ、IC レコーダーみたいな感じですかね、はい、これができたのが、まあ、開発秘話ということでホームページに載ってますけれども、1999年の夏の暑い日、群馬電機株式会社東京営業所にいて営業所員7名に囲まれて本社商品設計者3名が次期商品企画について討議を行っていたとなっておりますね。その頃じゃあ新しい商品が必要だということで、まあ、カセットレコーダーからの新しい商品ということでしょうか。ですね、その前にですね、弊社は呼び込みくんのこの音声ポップと言われている商品の前に、はい、LED の表示板をずっと作っていたんですね。オリジナルブランド、まあ、その前にもいろいろ細かいものあるんですけど、まあ、本格的に商売として動き出したのはこの LED の表示板。自社商品、あ、はいはい、パンフレット、あ、見たことありますよこれ。結構あの道とか、そうですね、駅とかにいろいろ表示されるやつですね、はい、そうそうそう、あとは駐車場とかのね空きとかね、うん、が急に満ってなったりするあれですね。あと高速道路もそうですね、電車の運行情報とか、そうですね、速報性が求められるところに電子で対応すると、はい、これ、はい、こちらをずっと作ってきたんですけれども、こちらはやっぱり
人間の目に訴求させる、はい、ということなので、うん、その人がそっちを見ないとわからないですよね。はい、それに対して、まあ、音は後ろで鳴っていても気になればあれっていうふうになるので、はい、まあ、そこが一つのポイントであったのと、まあ、一番だったのはやっぱりあのこの LED の表示板の営業してた時に、やっぱりお客様の困りごと、やっぱりスーパーさんだったんですけどね、その頃あの簡単に録音再生ができるものってカセットテープレコーダーしかなかったんですよね。ただカセットテープっていうのはこう順繰りにこう回転してますので、はい、例えば10分のテープで使ったとすれば10分きっちり録音しないと間が空いてしまう、あ、無音が、そういう問題があったり、あと長年使い続けるとどうしても音質が劣化してくるっていうのがいたんで、最後は伸びて絡まっちゃって、はい、テープレコーダーは使えなくなってしまう、まあ、これ毎日のことなんで頻繁に起きるんですね。あ、でそこが困りごとでっていうことで、まあ、お客様の方からヒントをいただいて、じゃあね、そういうメカ式の部分がなくて、なおかつ音質が劣化しなくて、簡単に録音再生ができるものを作れば、ひょっとすると売れるかもしれないね、っていうのでその開発者につながる会議が始まったんです。じゃあそこをクリアしようっていう形で、だから営業部門の方はこういうものだったら売れる、技術部門としてはその要望に叶えるためにこんなものどうだろう、こんなものどうだろうというので試行錯誤していくんですけれども、これがどんどん開発が進んでいくと思うんですけど、はい、その時藤巻さんってどういうお立場で開発に携わられてたんですか？まあ、当時まだ、ね、係長クラスだったか課長だったか覚えてないですけど、私あの担当は電気回路の方の設計担当だったんですね、中身で光ってる部分ですか、音が出る部分と、はい、こういったところの機能を受け持つ設計の人間で、はい、でその他にこの側、要はケース関係を設計して作る人間とか、まあ、何人か超えて、まあ、それで3名の設計者ということで会議を進めていたんですね。まあ、あの営業さん、まあ、うちの佐藤もそうですけど、あの言いたいこと言いますよそのせめぎ合いのお話ちょっと興味ありますね、はい、あれじゃ売れないよ、そうそう、もうちょっとなんとかならないとか、高すぎるよとかね、うんうん、高すぎる、もうちょっとコンパクトにならないとかね、あ、デザインはこれじゃダメだよとか、まあいろいろやりましたけど本当に開発の現場ってそんなもんですよ。あ、うん、あじゃねこうじゃね言い合いながら、最終的にこうベクトルが合ってくる、でそうなってくるとなんとなく進みが早まるんですよね、で最終的に試作を作ってお客様に評価していただいて、悪いところはフィードバックして直して、で最終的に最終したものを持ってお客様のところに行って、まあ、ある程度認めてもらって販売に入るというのが商品開発の、まあ、大きな流れでしたね。ある程度形が見えてくるまでって、まあ、ものにもよると思うんですけど、呼び込み君の場合はどれぐらいの時間かかったんですか？1年半から2年ぐらいですかね。ああ、それぐらいの時はもうどの方向になっていくか、落ち着いていくかっていうのが全くまず何もないところから始まりますから、要はテープじゃなくて音が良くてうんぬんのキーワードしかないわけじゃないですか。そうですよね。そこからじゃあどうすんのっていうことになってきて、本当にまだ何も見えてないですよね。そこからじゃあここはこうしよう、ここはこうしようで案立てをして、はい、2週間に1遍ぐらいだったかな。時計技術行って、まあ、やっぱり報告がてら、こんな感じにまとめてきたけど、どう、まあ、営業さんの意見聞いて、でまた持ち帰って、直すべきとかは直してっていうのをこう何回も何回も繰り返す。そういう形になって、てくるんですね、やっぱりね。その2週間に一遍会議するほど進みがあるものなんですね。なんか開発ってもっとすごい時間がかかってるようなイメージなの。実際あのそうなんですけど、はい、ただある程度こうあのくさびを打っとかないとやっぱり伸び伸びになってしまうんですよ。なんでやっぱりそこはお互いあの、うん、どんなに忙しくてもこのだけは例えば1時間でもいいから時間取ってやろうよと、いうような形で進めないとなかなかうまくいかないんですよね、はい、どうしても遅れがちでずる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 後ろへ行くのが商品開発なんで、まあ、普段の、ね、仕事が当然ありますからね。呼び込み君ってさっきもあのジングルに使わせていただきましたけど、音楽がすごく特徴的で、私もいろんなところでこれ聞いたことあるなって、呼び込み君っていう名前は知らなかったんですけど、音楽は聞いたことがあったんですが、この音楽も作っ
られたものなんですか？そうですね、当然弊社工場ですので作曲はできないんですけれど、うん、そうですよね、やっぱりまあ、コンセプトいくつか立てて、はい、でテレビ局の CM、はい、の後ろ のバックグラウンドミュージックみたいなものを作曲されている方を当時群馬大龍さんだったかな紹介していただいて、その方にこういうイメージの曲こういうイメージの曲ということで6曲ほどお願いしたんですね、うん、その中の2曲が入ってます。なるほど。それなんかその6曲の中から選ぶ作業とかも大変そうですね。やりましたけどね。ヒアに書いてありますけど、うん、どうしても民謡を一つ入れたいっていうヒヨさんがいて、まあ、民謡を作ったんですけどね、多数決でボスになりましたね。やっぱそ のアップテンポ調が選ばれたっていうことになってるんですけど、アップテンポがいいなってなった理由ってどんな感じだったんですか？やっぱり6曲の中で一番こう乗りやすい曲だったというのがあるんですね、うん、はい、でまあ、なんとなくこう上がり調子な曲なん で、でその当時やはり狙っていたのはスーパーマーケットだったので、スーパーさんの方でそういったお客様を本当に呼び込んでくれるような明るい音楽であれば受け入れてもらえるかなということで、まあ、どちらにしても入れ替えは聞くのでまずはこの2曲で行ってみようということでそのまま入れ替えないで今までいると。すごい。じゃあバチッとハマったわけですね。定番になったんですね。いうことですね。いやこの前本当高崎のイオンの1階のスーパーコーナーちょっとふらっと立ち寄ったらもうそこかしこでこの成果のところと特産品のところとでまたこれディスプレイもそれぞれちょっとずつね変えられたりってありますもんね。ボサノバ、ロック、アップテンポ、スローテンポ、サンバ、民謡の中から今アップテンポとボサノバです。ボサノバ、この2曲が選ばれているということになっております。で、あとはそのカセットテープの音が劣化していく問題っていうのを解決したのはどういうところ？やはりですね、その可動部、要は回転している部分があるとすり減るんですよね、それをなくすにはやっぱり半導体メモリもう動かないでメモリそのものに音楽を焼き込んでしまってそれを呼び出して再生するというような形で、もうその当時からね、俗に言うマイコンっていうCPU というね、処理装置があったんですけど、それを使って音源の方を録音したり再生したりというような回路の方を設計して入れたということになります。これであれば動くところが一切ないので、当然何回かけても劣化しません、はい、消さない限り消えません、はい、うん、そういうことで使っていって、現場って結構ハードなので、ちょっとした間違いで、ね、消えちゃったりとかってやるんですけど、それはまあないという、はい、ようなところで、半導体メモリを採用した、でそうすると利便性も上がってハードな現場にも耐えられてというところですね、はい、佐藤さん、そうすると呼び込み君、私も結構いろんなところで見かけるんですけれども、はい、今までの販売台数とかって、こちらから出てった数でいきますと今は7万台以上ぐらいが、すごい。ほぼほぼ国内ですか？私どもが販売している先は大体そのスーパーさんに直接ではなくて、スーパーさんと我々の間にやっぱりその商社さんっていうのがやっぱりいらっしゃってですね、そちらにお送りしてまして、でそこからどこに行ってるかっていうのは、まあ、我々意外と分かんないところなんですけれど、でもやっぱりもうほぼほぼ日本の中で使われてるんじゃないかと思います。7万ね、送り出してっていうのが非常になんか、はい、子供のような、そうですね、はい、日本全国で活躍されている呼び込み君たちが今日も元気にというところですよね、はい、具体的にどんなお店でっていうのをお聞きしても大丈夫ですか？はい、あれですか、さっき日野原が使っていただいてるイオンって言ってましたけど、まあ、はい、あ、ドンキホーテじゃない、ドンキホーテ、そう、私もドンキホーテで聞いたことがあります、はい、ドンキさんは本当に比較的長く使っていただいていて、うん、ちょうどこの呼び込み君が販売開始っていう年号でいくと2000年になるんですけれど、はいはい、もう本当にそこから1、2年もしたところで使っていただき始めてますので、もうかれこれ20年以上は使っていただいてるんじゃないかと思うんです。まだドンキさんその時はそこまでね今ほど大きくなかったかも分かんないんですけど、もう本当に最初の方から使っていただいてるという、結構ね我々も分かんなかったんですけど結構歴史がということをこの前教えていただきますね。逆にね、調べてたら、ああ、ずいぶん前から注文書をいただいてるんだそう、
で、その他本当に今ですとね、ええ、大きいところでのイオンさんのようなところにも、はい、まあ、ある店舗さんだとも10台以上抱えてらっしゃるとか、はい、食品のスーパーさんとかでも本当5台ぐらい抱えてるとかですね、1店舗にですよ。はい、でもそうですよね、生花、生肉、鮮魚、うん、そうですね、あとはその時の売り出し物、そうですね、やっぱり惣菜だとかパンとかね、そういうようなところでっていうふうにこう決められてると大体5個ぐらいっていうのが多いパターン。さらにね、他に違う階でランドセル売ってるとか、ね、いろいろありますよね、生活用品、そういう感じになるとまたそれに かける2とかっていうような大きいお店さんもありますし、はい、それが意外とね、北海道から本当沖縄まで、お客様本当に使っていただいているようでございまして、はい、いや、私は寿司職人に扮した呼び込み君一回見たことありますよ。あ、そうですね。なんか何ですか、割烹着、割烹着、なんかね、あとね、皆様の方でちょっとこう、前面のところにね、そのお洋服みたいな形で、ね、ってっていうような形までやっていただいてるところも、やっぱり私も歩いてると、はい、すごく気づくんですけれど、まあ、あの曲がですね、どっかでこうかかってて、ちょっとでも聞こえてくると、やっぱり職業病で、あ、いるっていうのが分かるんですよ。そうですね、そうするとまずは探しに行くんですね、はいはい、どんどん近づいていって、で、まあ、本当にボードの後ろに隠れてても、まあ、私の目はまあごまかされず、はいはい、後ろにいたと、ここだと、はいはい、ここで頑張ってんだなっていう、そういうのはですね、必ず聞こえてきたらチェックを必ずしてるんですけれど、我が子の活躍をそうですね、卒業生の活躍をこう確認する先生みたいですね。そうなんです、ね、本当に昔はね、ボードの後ろでとかっていうような形で、はい、本当にさっきの話なんですけど、黒子で、使っていただいてるっていうケースも本当に多かったんです、はい、ここのとこですね、なんかこうちょっとこう、ね、皆様みたいなこうメディアとかにもこうですね、出てくるようになってから、なんか悪目立ちじゃないですけど、いやいや表に出てきてですね、ボードの表に出てきて頑張ってるようでございまして、比較的見つきやすくなってます、はい、いよいよね、全国各地で旅するたびにこう、ね、あと営業するたびに、はい、いるなってこう、そうですね、再会が楽しみですね、はい、やっぱそうですね、嬉しい限りです。で、なんかスーパー、ドラッグストア、コンビニ、うん、まあ、他にもの病院とか、うん、ご注文自体はありましたね、でやっぱり気になりますよね、なります、すごく気になりますよ ね、 なりますね。でどうなのかなと思って、結構それもやっぱりちょっと行けるとこだったんで見に行っちゃいましてですね、そしたらやっぱり入り口にその時は置いてましたね、入り口です、入り口って大体病院ですと入り口自動ドアがあって、はいはいはい、その端っこのところにいるんですね。ちょうどご購入いただいたのがコロナの時期だったので、その声でその、当時そうですね、病院ではコロナの患者さん、まあ、要は、ね、熱を出された患者さんと、はいはいはい、そうでない方はここやっぱり動線分けたい、入り口一つだけど、はい、まあ、ちょっと発熱患者の方は右方向へ、はい、で その他の方は左へみたいな形のアナウンスを入り口でするみたいな、そういうような形で使われてましたので、でも頑張ってましたですね、それちなみにアップテンポだったんですか、ボサノバだったんですか。ね、その時はですね、小さくアップテンポかかってたんですが、もう一回見に行った時には BGM は切ってましたね。ああ、そういうやり方もできる、ね。はい、BGM は2曲入ってるお話してますけれど、つけないっていう選択肢もできるので、そうすると言葉だけっていうような、はい、使い方で使っていただいてました。コロナ禍で、はい、やっぱり非接触っていうのを進められたところが多いと思うんですけど、はい、そんな中で呼び込み君の需要って高まっていったんでしょうか。はい、まあ、この音声ポップ全般に言えるのかも分かんないんですけど、なんかコロナが始まって、例えばスーパーさんなんかだと、とにかくあの頃を思い出していただくとですね、はい、皆様もう外食できなくなりましたよね。はい、はい、ね、で家で食べる、はい、で家で食べるってことはスーパーで買い物をする、はい、だからスーパーは忙しかったですよ。あ、そうですね、でもスーパーの方だってコロナになっちゃったりするから人は減ったりとか、あ、忙しくはなるし、はい、だからですね、まあ、基本的に物を荷物を出すっていう仕事が
もう大変になってくるわけなんですけど、その場合陳列とか、はい、そうですね、はい、ただコロナになった当初って我々何にも分かんないですし、うん、よく何ですかソーシャルディスタンスなんていう言葉ができたりですね、距離保って並べとかいろいろありましたよね、ありました、消毒してから入れとか、はい、そういういろんな注意とかもしなきゃいけない、はい、っていうことをじゃあ誰やるんだっていう話になった時に、で人がこうやってまあマスクして喋ってたりしてもですね、やっぱそこは飛沫飛んじゃいますけれど、はい、この呼び込み君にまあ今みたいにですね、アルコール消毒して入ってくださいねとかって言って、これ再生してる分にはですね飛沫ゼロなので、はい、ここでですね、ああじゃあこれにもう任せようと、あで買っていただいて、例えばもしコロナが終わったらまあ別の売り場持ってきゃいいじゃないかというような形でですね、コロナの時期の需要というかはかなり上がって、はい、台数的には本当に結構増えました。1年目2年目は特にですね、はい、コロナの時には本当に他のもの、音声のこの以外のものってもう皆さん何も物買わなくなって、会社としてはもうね全部こう、全部こうマイナスってなってる中で、呼び込み君は上向きだったという、はい、呼び込む人に置き換わっても、はい、呼び込む人クラスの成果が得られるみたいなね、はい、呼び込み君の呼び込み力、はいね、飛沫がねそれで飛ばないっていうのがまあ、コロナ禍においてはちょっとポイントになってたのかなと思いますね、はい、じゃあせっかくなんでこの呼び込み君の呼び込み力の話になってちょっとお聞きしていきたいんですけど、はい、音質面での工夫みたいなのってあるんですか？そうですね、やっぱりこの呼び込み君って、まあ、皆様はどういうふうに思われてるか分かんないんですけど、まず結構 BGM の話になってくるんですね。曲の話になりますよね、はい、でも曲だけ流れてるっていうんだったらなんか本当にもうちょっとね違う子はスピーカーでとかってもあるでしょうと思うんですけど、一番我々大事にしてるのはそれこそスーパーさんとかに置いていただいて、はい、その日の例えばねお得な情報とかを、はい、正確にお客様に届けるというところが、はい、まあ一番それで売り上げが上がって、うん、でまた入れていただいて劣化せずにっていうところが大事というところでですね、はいはい、やっぱり声がしっかり届くような一応その、なんですか、フィルターをかけてるんですよね。へえ。あ、そっか。皆さんが話のプロってわけではないから、はい、吹き込んで、はい、それが最適化されて、はい、BGM とガッチャンコして、はい、っていうそんなイメージですか？特に音声帯域って 20Hz から 20kHz まで人間の耳って聞こえるんですけど、はい、その両端をこう落としてるんですね。あ、なんでクリアなイメージが少し落ちるんですよ。だけどまろやかになる、はいはいはい、キン声とドスドス声がなくなるんで、ええ、まあ、そういう真ん中の聞きやすいところだけを取り込んで録音するというようなフィルタリングを機能として持ってます。あ、じゃあそれ技術的にもその狙いだったんですね。そうですね。あ、やっぱり高い音だとやっぱりどうしてもお子さんたちだと耳高い人は聞きやすいので、ええ、やっぱり嫌がるんですよ。あ、でやっぱりそこは少し落としてやって、まあ、なんで子供たちが喜ぶわけですけどね。なるほど。へえ、これ何気なくじゃないんですね。ものづくりもちゃんとそこはすごいな、そこまで配慮されてるんだ。それもいろんな実験を繰り返して、じゃあこことここをカットしていこうってなってるんですか？そうですね、やっぱりどの辺が聞きやすいかねっていうんで、うん、耳で聞くのもあるし、機械でこうね、はい、その実際の波形の出力を見たりして、具体的にじゃあこの辺でフィルタリングをオンして切ってこうよみたいなところでこう少しずつ詰めていって、で今のものができてるという。それマイナーチェンジみたいなのってされてるんですか？結構頻繁に呼び込み君って中身変わってるんですよ。見た目変わんないんですけど、ね、どんどんグレードアップされていくんですね。そうですね、特にこだわってるのはさっきさっと言いましたけど音質の部分、やっぱり聞きづらい音だと雑音になってしまうんですね、はいはい、回ってくると逆に呼び込みじゃなくて追い出しになっちゃう。あ、なんでやっぱりそこのところは一番重きを置いて、先ほど言ったようにフィルタリングで聞きやすい音、はいはいはい、それともある程度クリア感がなくても聞きやすい音、
そういうことでやっぱり使っていただくようなイメージを取ってますね。綺麗な音イコール聞きやすいってわけでは必ずしもないんですね。これちょっとポッドキャストの編集にもなんかつながるんじゃないかな。じゃあ佐藤さん、せっかくなので、はい、吹き込みをしてみていただけますか。いいんですか、はい、ありがとうございます。ぜひやってみてください。操作方法はですね、はい、事前に教えていただきましたので、はいはい、伊藤さんが今から、はい、じゃあ実際に吹き込んでいきます。やってみたいと思います。録音ボタンを押してオレンジに変わる。上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う配信中です。じゃあそれではいよいよ BGM 入りでお願いできればと思います、はい、いやーだって初めて触ったのに全然使えちゃいます。すごいですね。使いますね。はい、じゃあマイク向けますね。はい、スイッチをお願いします。上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う配信中です。上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う配信中です。すごい聞きなじみのある音楽にコラボレーションさせていただきました。すごい、めっちゃ簡単ですね。使いやすい、うん、なんか説明書見なくても分かりやすい、はい、これ本当この使いやすいってところが、ええ、スーパーさんで買っていただいて使っていただいている最大の理由です。BGM が入ってるとかですね、はあ、そういうことではなく、そうですね、何せ簡単じゃないとダメです、はいはい、本当にパソコン立ち上げてってやったらもうその瞬間アウトなんですね。もう時間もかかりますしね。でどのタイミングから BGM 入れてとかそういうの、はい、もうダメですね。で朝出勤してきて、はい、今日はじゃあアジフライ特売ですってなって、はい、でそうです。それでアジが売り切れちゃったら、はい、次はちょっとイワシにしなきゃというような話の時にもう次行かなきゃいけないじゃないですか、うん、そうか、そこでもうその場で売り切れたら、そうですね、じゃあエビフライにしようって、カラーはエビフライですとかですね、タイムセールとか、例えばそういうようなケースだってあるかもしれない。へえ、やっぱりそうするとやっぱり本当その場でポッとや録音ができてっていうのが簡単でないと、でまたねその週に1回しかパートでね、来ないとかっていう方では使えないっていうんではまた困るのでっていうようなところで、やっぱり使いやすさはこちらとしては本当にすごく最重要なあれでですね、で本当にそこで選ばれてるというのが多分最大の要因なのかなと思ってますね。ボタン一個押してつまみ三ついじっただけだもんね。超簡単です。へーすごい、ますます愛着が湧いてくるな。めっちゃ気に入ってるじゃないですか。だから商談、人感センサーもついてるから、うん、商談会とかでも結構使っていただいてたりって感じですかね、うん、はい、人気がない時には静かにしてるってことになります。そうですよね、はい、空気読んでくれるんですよね。が追い出さずに呼び込むっていうね、藤原さんさっきおっしゃっていただいてましたけど、いやーなんかこう使う人とかね、こうでしかも呼び込まれる人に向けてすごいなんか愛を感じるというか、すごい使いやすさとね、な優しさを感じますよね。藤巻さんどうですか、このものづくりに対しての、まあ、企業のスタンスというか、なんかこれは決めているみたいなことって、決め事みたいなのってあったりするんですか。まあ、弊社の社税にもあるんですけども、地域社会に貢献、要は本当に人様の役に立つものを作っていこう売っていこうっていうのが一番の大元にあります。なるほど。だから、まあ、もちろん最終的には売らなきゃいけないんだけれども、まずはどうやって使いやすいかとか、そこを突き詰めることによっておの、まあ、ずと売り上げもついてくるんじゃないかみたいな、そんな形。そうですね、うん、まあ、やっぱり役に立たないと次のシーンで買ってもらえなくなってしまうので、やっぱりね、買ってよかったって思われるのが我々ものづくりの
仕事してる人間のね一番の嬉しいところなんですよね。そこがないとやっぱり長続き我々もしないので、はい、あ喜んでもらえたらよかったなっていう気持ちがやっぱり大事で、そのためにやっぱりね誠心誠意喜んでいただけるものを作っていくんだという姿勢を常に持つということに、これが一番大事だなと思ってます。いやなんかスイッチ一つからもその姿勢って感じるよね、うん、なんか感じたよね。感じますね。何に困ってるからじゃあこういう機能を入れようとか、これが使いづらいし、あの手がね遠のいてしまうから、もう超シンプルにっていうのが本当に、そうだね、ありがたいですよね、使う側からしても。いやすごいと思います、うん。まあ、もちろん最初にね呼び込みくんだけではなくて、まあ、LED の話から始まっていったんですけれども、はい、まあ、せっかくですから、じゃあそんなスタンスでものづくりをされている群馬電機さん、今この他に力を入れられていることとか、うん、最新のお知らせなんかもこうせっかくなので教えてもらいたいなと思うんですけれども、はい、もう最近で、まあ、コロナの時に大活躍っていうタイミング的なのもありましたけれども、まあ、今はね、まあ、県内も非常に高齢化社会となっておりますが、うん、そういうところにも結構提案されているとお聞きしましたが。はい、そうですね、まあ、この録音したものを再生するっていう一応この機能をですね、はい、まあ、今みたいなスーパーとかではないフィールドで、ええって言って考えた時に、今みたいなその高齢者様とかね、ええ、そういうところってどうなんだろうな、例えばお孫さんとか、ええ、お子様がですね、おじいちゃんおばあちゃんに向けてですね、例えば心配事があって、ええ、例えばお薬飲み忘れないでね、ちゃんとお薬飲む時間だよなんていうのをですね、ええ、録音しておいて、ええ、それが時間になると再生するみたいな、それが例えばそのおばあちゃまにプレゼントができればね、遠方の、あそんな感じだと喜ばんでいただけないかなというようなコンセプトでですね、今あの発売させていただいてますのが、このお知らせ当番っていう商品になります。はい、もしかしてこのワンちゃんですか。そうですね、どう見てもぬいぐるみじゃないかぐらい感じかと思う、ぬいぐるみだと思ってました、はい、かわいいぬいぐるみ置いてあるなって、ね、ただですねこの中にですね、はい、これはこう、はい、機械が入ってます、はい、こちらに、まあ、呼び込みくんじゃないですけれども、やはりボタンがついていて、録音、それから、まあ、録音ができる。はあ、あとですね、呼び込みくんと決定的に違うのはこれ時計タイマー時間で何時に再生、あ時間で選べるんですね、はい、時間をこう設定していただくことで、さっきのような、例えば、そうですね、朝昼晩のお薬飲み忘れを防止とか、はい、例えば夜の、7時になったら例えば鍵閉めたとか、あ夏とかだったら例えばですけどね、10時とか2時ぐらいとかって合間合間にお水飲もうと、あ例えばね、結構いろいろと注意してねってこう気にかけることって意外とあったりするんですよ。ありますありますね、はい、で都度都度ねこう言うとまたうるさいなってなるのも、はい、例えば本当にお孫さんかなんかの声でおばあちゃんそろそろ薬飲む時間だよなんて言ってくれれば、おばあちゃんからしてみればね、あらもう孫の声が聞きたいわ聞けるわっていう形で、でしかもその一応ね飲まなきゃ忘れてたわっていうのが防止できれば、あそういうようなですね一応機能がついてます。一応あと毎週火曜日とかっていうこともできるので、へゴミの出し忘れとか、はい、の防止なんかができたりとか、デイサービスは毎週水曜日とか、そろそろお迎えの時間だよ、そういうような使い方とか、そんなようなの、まあお知らせタイマーになります。へでもまあ見た目にはまあこれが、このぬいぐるみの中に入ってきますので、まあ、ワンちゃんが喋ってるみたいな、そういうような感じの、まあ、こんなようなねプレゼントにっていう、これですとやっぱり今度は逆にお店で買っていただくものとは全然違うところのフィールドになってきますので、はい、そうなんだ。山間部とかだと最近だとあれですよね、移動スーパーとかが毎週決まった時間に来るとか、はいはい、それ逃すと大変なことになっちゃうわけですね。例えば、移動スーパーがもうじき到着だよとかね言ってくれるだけでも全然、あそうだそうだって、呼び込みくんと同じくめちゃくちゃ簡単じゃないですか。スイッチがボタン5個しかないですね。そうですね、すごい、へー、チャンネル 1,2 っていう感じで、はい、いろんなバージョンを入れておけるってことですね、はい、10個までこれ入るんですね、10個、
10件もあります。はで、まあ、ちょっとそれぞれね時間を設定するっていうのは、まあ、あれよりは時間ちょっとかかっちゃいますけど、ちょっとした、忘れ防止とか、というところで、ちょっとこう使っていただければなと、ね、可愛がっていただければなっていう、そんな商品を仕上げたという感じです、はい。いやなんか仕事の現場でも欲しいね欲しいですよね。あの資料作ったそろそろ会議です会議資料は今日までだよとかね、タイマーで欲しいなんかね意外と忘れちゃうんだよね。まあ、今日いろいろお話を聞いてくる中で、まあ、実際に群馬電機さんの商品見てみたいという方もしかしたらいらっしゃるかもしれません。まあ、近いうちに予定している、まあ、展示だったりとか、あとせっかくなのでリリース的なものもあればせっかくですのでお願いできればと思いますが、佐藤さん、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。東京ビッグサイトでですね、まあ、展示会場ありますけれども、はい、ちょうど2月に行われる展示会にですね、はい、ちょっと2つばっかり出展しております。はい、で1つ目がですね2月6日火曜日から8日木曜日に行われます、はい、第97回東京インターナショナルギフトショー春2024と、はい、こちらに、先ほどちょっとお話したあのお知らせ当番をメインにですね、うんはい、出展させていただくことになってます。はい、まあ、当然、まあ、呼び込み君なんかも当然それにあのまあ、こんな商品です紹介はさせるのでいるっちゃいるんですけれど、はいはい、あともう一つがですね2月の20日火曜日から22日木曜日にかけてが健康博覧会っていう展示会を、開催されてるんですけど、そちらにはですね今販売しているものではなくただいま開発中のですね、まあ、言ってみれば快眠サポートぬいぐるみみたいなものをちょっとご提案いかがでしょうかというようなですね、もうちょっと今試作で作ってまして、それをちょっと見ていただく場にしたいなというふうに考えて、ちょっとそこらにもですね参考出品という形で出展させていただきます。はいはい、あと他にもちょっと呼び込み君もですね、ちょうどこの2つ見ていただいたものとはちょっと違う、頭の部分に液晶パネルが乗っかった呼び込み君がおりまして、そちらもですね、まあ、場合あのまあ、市場調査じゃないですけれども、そちらもちょっと飾らせていただいて皆様にちょっと見ていただこうかなと思ってますので、まあそんな呼び込み君も見れますよという、はいはい、一応展示会が2つございますので、もしあのご興味ありましたらば来ていただければ嬉しいです。はい、まあ、自社のね製品やサービスをうまく呼び込みたい方、まあ、基本的にはまあ業務用って形になると思いますけれども、ご興味ある方はぜひというところでしょうかね。はい、はい、ぜひお越しください。まあ、ますます時代のニーズを捉えてさらに、便利なもの使いやすいものをいっぱい来そうですね、はい、です単純にあの呼び込み君に音が吹き込まれた瞬間は何でしょう、感激すら覚えるこの不思議な感情を2024年感じることができました、はい、すいません、開発の舞台裏とかその他もいろいろお話しいただきまして今日はありがとうございました。今日は群馬電機の、藤巻さんと佐藤さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う、そろそろお別れのお時間です。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか技術さんと営業さんのせめぎ合いとかね、うん、商品開発の裏側とかね、なんか商品開発って、うん、完全文系の人間にはなかなか想像つかないものだなって思ってたんですけど、はい、本当にちょっとした悩み事とか、うん、そういうお困りごとに耳を傾けて作ってくれてるんだなっていうのを実感しました。はい、確かに。なんかでしかもさ、こう、うん、今の時代ってなんか高品質だったり、うん、高サービスみたいな結構当たり前みたいなところで、はい、もうどう会社を愛してもらうかみたいなところで競ったりする感じもあるじゃないですか、うんうん、だから群馬電機さん、まあ、特に呼び込み君ってもう特定のファンがすごくついてる印象も受けましたよね。うん、なんかあの後ろにあるものが私は気になっちゃいましたそうそうそう、あの多分準備していただいていてはい、まあ、これだから群馬電機さんが作ったものではないけれども、はい、ライセンス的な形で、うん、グッズが
呼び込みくんグッズがどんどん、できているというとこですね、はい、出版社さんの付録としてね、ぬいぐるみがあったりとか、はい、あとこれ勝さん聞いてるかなクレーンゲームのぬいぐるみ、はい、きっと呼び込みくんが本当ぬいぐるみでクレーンで取れる、そう12月からだって言ってた、ね、そうですね、はい、年末からスタートしたっておっしゃってたので、いつか高橋勝さんが取ってきてくれるんじゃないかなと楽しみにしているんですけれどもちゃんとお腹のところのボタンを押すとなります、はい、あの例の音楽が鳴りますのでまあこうやって、群馬初のものづくりというところで、今日は一日じっくりお話を聞かせていただきました。群馬電機さんの商品活用されたいというお話の場合は、展示会なんかにも来ていただいてもいいかもしれません ね、はい、開発中のものも見せてくださるということなので、ぜひぜひ足をお運びください。番組ではご意見ご感想、そして内容のリクエストを募集しています。メールアドレス、こちらすべて小文字で uma@raijin.com uma@raijin.com、 こちらまでお寄せください。 X、 旧ツイッターのポストはハッシュタグひらがなで馬が舞う、ぜひこちらもお気軽にポストをお願いします。また番組の情報などは公式 X@jomo_馬が舞うからポストしておりますので、フォローやリポストをお願いします。そして各アプリでお聞きいただいた後は、温かい評価やレビューもお待ちしております。100回目のゲストの募集もまだ続いてますかね、はい、まだしてますよ。そろそろ締め切りになりますので、はい、合わせてよろしくお願いします。お願いします。次回もまたゲストを招いてトークしていきますので、お楽しみにしていてください。ここまでの相手は上毛新聞社営業局の日野原明と総務局の伊藤奈々でした。ありがとうございました。ありがとうございました。上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う